お前たちはそっちを見てくれ。いいか、怪しい奴がいたらすぐに知らせろ。俺たちは奥の部屋に行くぞ。いるんだろ、隠れてないで出てこいよ。ドーム破るぞ。手を上げるんだ。貴様、あの男どこ行ったんだ。おい、明かりをつけてくれ。あれは女の子、手笠に首輪がついてるってことは、あいつ監禁までしてたのか。おい、大丈夫か。意識はあるか。よかった、返事はできるみたいだな。おい、誰か鍵を探してくれ。これだ、ありがとう。しっかりしろ、すぐにこんなもん外してやるからな。どうしたんだ、震えて。もしかして大声が怖かったのか。そうか、すまなかった。もう大声は出さないか。そんなに怖がらないで。よし、外れた。もう大丈夫だ。今の時期そんな軽装では寒いだろ。ほら、俺のこと貸してやれ。いいか、安心するんだ。俺たちは君を助けに来た。君を俺たちが保護する。立てるか。そうだ、捕まって。とりあえずここを出て俺たちの車に行こう。ゆっくりでいいさ。一人で歩け。大丈夫だ、なんとか歩けるか。おっと、大丈夫か。無理はするな。ここからは俺がおんぶしてやれ。ほら、遠慮するな。よいしょ。俺はこの子を車に乗せてくれ。お前たちは奥の部屋を調べてくれ。あとは速度はそこまで。行こう。起きたか。よかった。体調はどうだ。そうか、無事で何よりだ。あの時君をおんぶしてる間に死んだように寝てしまった。本当に死んでしまったかと思って焦ったが、こうして目を覚ましてくれた。それだけで一安心だ。あれから2日、君をずっと寝ていたんだぞ。おそらく監禁され、暴力を振るわれることでストレスが溜まって、睡眠障害が出てきたんだろう。よく眠れたということは、少しは安心できたということだ。ここか。ここは俺の家だ。使ってなかった部屋があったが、この部屋は外からの死角にもなるし、いろいろ都合がいい。だから俺が君を引き取ったんだ。家に帰りたいか。それはまだできないんだ。犯人はまだ捕まってない。君の家も
親戚の家を奴が待ち構えてる可能性がある。家に返すのは危険ということで、一時的に俺の家でかくまったんだ。勝手に決めて、すまない。君を守るためなんだ。理解してほしい。それと、ここで生活するにあたって、君には二つ、約束を守ってもらう。この部屋から出ないこと、それと、犯人が捕まるまで、家族、友人のことは忘れること。分かったか？もし破ったら、この部屋に強制的に縛り付けなければならない。分かってくれるな。よし、お利口さんだ。俺は今日から自宅での勤務が許可された。隣の部屋にいるから、トイレに行きたくなったり、お腹が空いたりしたら壁を叩いたから、すぐ向かう。自宅での勤務といっても疲れるな。だが、あの子のためだ。もうこんな時間か。あの子の様子も時々見ておかないとな。おい、入るぞ。両手を上げろ。今何を隠した？それだ。後ろに隠してるぜ。なるほどな。俺の携帯か。君の看病をしていた時、この机に置いて忘れてしまったか。おそらくこれで家族か友人に電話しようとしたんだろう。俺にも落ちてもらえ。それでも壁を叩いて俺に教えるとか考えなかったのか。約束を破ってまで話したかったのか。なあ、言ったよな。犯人が捕まるまで家族や友人のことを忘れろって。どこで奴が聞いてるか分からないんだぞ。なあ、分かってくれないか。君を守るためなんだ。納得がいかないのか。君にはいくら言っても届かないんだな。だが、約束を破った君には高瀬と首輪をつけてもらう。仕方ないだろう。君を守るためだ。言葉で言っても理解してくれないよな。多少なりとも強引にやらないといけないんだ。子供の君には理解できないだろうな。ほら、抵抗するな。泣いても怖がっても俺はやめないぞ。君を守るためだからな。これだよ、し。その高瀬と首輪は自分がしたことの罪を理解したら外している。頑張った。お利口さんになる。